うわ、もうちょっとスリムにしたかったな。まあこの辺ぶっ壊れるからいいか。うわ、しかも夜か。夜か。一回戻るか。木生えるの早いですね。松明とお肉を持っていこうか。でこれはまあもしいたらにして、でないとクリーパーとか来ると嫌だから。あれ、これそうだ、さくらちゃんが寝ないといけない。さくらちゃんが寝ないといけない。さくらちゃん、さくらちゃん、ちょっとベッドまで。じゃあそこに追ってくれ。うわ、怖ー、そこ、そこ怖いな。あそこならいいでしょう。なんでサボテン持ってるのかはまあ一旦置いといてだね。よし、じゃあやるか。日暮れる前に取れるだけ砂を。実はあれ、ちょっと待って、 What time is it now? なんと今日の C パートあと10分ぐらいで終わんないといけない。全く気づいてなかった。おい、燃料だけじゃねえか。今日や、まあ燃料問題解決し、燃料問題解決したのはいいよ。これはいかんな。これは本編でやっとったらそれは終わらんわ。わかった。55分まで、55分まで砂削るわ。あと10分。ガラスやるって言っといて全然ないじゃないって言われちゃうからね。そういえばさ、コメントで、松明があると砂集めやすいよっていうコメントがあったんだけど、どういうこと？砂ブロックを焼くとガラスになります。上から落とす。松明のテクニックは難しい。まずこう掘ってって、もしかしてすげえ速さで置い、あまり効率よくない。落下ブロックの一箇所そこまで掘って、もう一個掘って、で掘ったところに松明を置く。
掘った瞬間置くってことでしょ。要は上のこれが来る前にこうやってこれ置けってことだよね。で上にブロックが多ければ多いほど落下してくる速度が遅いから、そのラグの間に松明を置いて、で上から下の段に砂行くと見せかけて、なんと床には松明があるだとっつって全部ブロック化するっていうことだよね。あ、で松明で掘らないと間に合わない。なるほどね。やってみっか一遍。ただこの砂漠もうねないんすよ。あ、こうしてこうこうこうってこと？今うまくいったでしょ？こうこう。え？これはどういう状態？これは？これはどういう状態？早すぎるとダメ。早すぎるとこういうことになる。もういいよこれ。じゃあこれで掘れよ。これで掘った方が早い、どう考えても。やべ、ガラス全然作れてね。さくらちゃんにぶっ殺される。さくらちゃんに楽屋でオレンジジュースぶっかけられる。頭のてっぺんからオレンジジュースぶっかけられながら、何してたのって言われる。1週間何してたんですかって言われる。オレンジジュース頭からぶっかけられながら、ではいはいすいません、はい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 すいません、はいすいませんとしか言いようがない。せめて3スタックぐらいはなんとか砂を急げば間に合うだろう。ほらいい感じに集まってるじゃないですか、砂が。今日そういえば放送終わってからさくらちゃんと話したけど、やっぱりゲームやりながらコメント拾うって難しいから、その8年間とか7年間やってる俺とか江戸さんでも難しいぐらいだから、いきなりは当然難しいんだけど、でも積極的にやってくれて、さくらちゃんとコメントのやり取りがあってよかったでしょ。ね、今度からねそれをね続けていくことになりそうなんで、コメントでね184を外してギャーやっちまった。うわ、土持ってきてない。184外してコメントすると小手半がつくはず。小手半というかニコニコ ID 違う？合ってる？184さえ外せばいいんだよね。で184外すとなんか謎の英語と数字が混ざった羅列じゃなくて数字のみのニコニコ ID になるんですよ。そうするとニコニコ ID 登録した時のハンドルネームが、こっちで見てるコメントビューアーで自動的に表示されるので、それでまあ今日酢飯さんだとか、名前が出たっていう、そういうことですね。
なのでもしもさくらちゃんに名前呼んでほしかったら184を外してコメントしてくださいっていう感じなんだけど、注意してほしいのはそれをやってるのはこのさくらちゃんのマインクラフトの放送だけであって、他の放送ではそこは、意味ないよっていうのと、いっぺん184を外すともう一回つけなきゃいけないので、うっかり別の放送で184ついてるもんだと思って死ねよこのやクソガーみたいなこと書いたら、名前が生 ID バレするっていう、そこ気をつけないとやばいっていう、やべ184ついてなかったみたいな、やっちまったみたいな。もうてっきり184ついてて大丈夫だと思って、んなことも知らねえのかよこいつって書いたら、なんとかさんごめんなさいって言われて、へっみたいな、へっなんでこの人わかんのみたいな。ラグいっす、ワールドが若干砂が取れない、そこだけ気をつけてくださいね。外す、184外す人は。そうすればさくらちゃんに、あ、やべえ、来ちゃった。みんな終わり、時間だわ。じゃあ、一旦俺のマイク切れば？みりんちゃん来た。みりんちゃん来たから、俺帰るわ。わかった。うん。みりんちゃんがご到着でございます。なので、今から次の放送のスタンバイに入らないといけないんで、Cパート終わりたいと思います。最後にお知らせがあるって言ったから、お知らせやんなきゃいけないんだけど、お知らせやってる時間あっかな。まずマグマをぶっこんで、そこに砂をぶっこんでから、お知らせやって、で、終わりましょう。そんなね、なんか C パートやってるからっつってね、ノリでね、参加してくれるような、そういう感じで、そういう、なんかね、ふわっとした感じで、お仕事をしちゃダメですよ。ちょうど来たんだったら、みりんちゃんもなんか一言コメントちょうだいよ、みたいな。なんかそういうふわっとした感じで やっちゃダメですよ。エンドロールに名前入れなきゃいけなくなっちゃうから、ちゃんと。ちょっと待って、どうなってんのこれ、どうなってんの、家帰れない、家帰れない。先生マグマがないんですけど、あ、マグマそうか、ここにあるのか。あれ取れたじゃん結構。これ十分取れた方でしょ。本当はもう一回マグマ回収しに行きたいぐらいだけどな。今回しょうがないわこれで。サボテンはさくらちゃんにあげよう。持ってんのか。よし、じゃあちょっと、ね、寝て。寝て終わろう。